ははいどうもこんにちはハッキーですえー今回のサンアンドレアスですわねで,で,ではですねえこの採石場に来ておりますはいで採石場といえばもう採石場ミッションでしょうともうそれ一択でしょうということで今回、早速やっていきたいと思います。これ、ねなかなかのボリュームみたいなんでしっかりね全クリするまで終われまてんと。 ということでいきたいと思います。え、運搬トラックが着く前に、ブルドーザーで障害物を取り除け。OKOK ーーーー。あ、到着まで3分20秒。ほう。これか、この緑のやつか。これをどうするんこれをこうするんケー、o k o k あ、これだけこれは楽勝かもしかして。楽勝パターンやな。え、ってことはさ、これの繰り返し 採石場ミッションってそれかなんかさまざまな乗り物に乗ってまぁさまざまなミッションがあるんかなあ危ねえタイヤタイヤ危ねえ後輪が死ぬとこやったよし OKOK、OK OK、こんな感じかいいですねいや最近ねあのー、まあ もういつも通りの調子でね、Wi-Fi が死んでるんで、あの家のね <laughs>。残り4個。おまあ、まあ、多いな。大丈夫か、これそう。相変わらず多いんですよ。え、ちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、上もう一個ある閉まった。閉まったよ。え、これど、どう、どういくんや。え、ちょっと待って。 これ結構やばない時間。時間結構やばないしかも順番ミスター説。これあれか、あのー、落ちるしかないか。この坂を怖がらずに。うん、それしかなさそう。ほら。そうそうそう。で、もうここをこう、だいぶだいぶだいぶ。だいぶいっちゃおう。OKOK。そう。 ね、w i f i が、ね、死んでるんでしっ,かりしっかり死んでるんでこのスターバックスにいつもこう動画を、ね、わざわざアップしに行くわけなんですけどでそこでねこうなんですかクリスマス、ね、なんですよねもうすぐねもうほんまにもうすぐ今結構ストックちょっと頑張って撮ってるんですよねちょっと プライベートが結構忙しくて、まあでもね、まあ、しっかり動画はね、撮っていきたいんでね、どんどんね、こう、僕もこう、実況が、すごく楽しいんですよね。なんで、こう、ストックもね、行ってやるぜっていう感じで、結構いっぱい撮れてるかなと思うんですけど、で、何の話だったっけえ 現場事務所で次のミッションに挑戦できるぞおおクリアややったねよしじゃあレベルに行きましょうかレベルに行きながらさっきの話の続き行きましょうとりあえず次はライバル組織に爆弾を仕掛けられたブルドーザーで排除しろなんかさらっとやべえこと言うてるけどえブルドーザーで爆弾を排除するの最初の爆弾は現場事務所の裏だ安全地帯に移せ <laughs> やばすぎやろ 爆弾がこっそり何個も仕掛けられてるってことああこの緑か、奥く。これか。これはブレードを操作しなあかんのかなやっぱり。ウィーン、あかーん。あかーん。全然あかんやんか。えこれどうやって。これはちょっと待って、爆発までやばいって。こんな。 なんかちんまいのが爆弾なんちょっと待ってよこのままこういくしかないんかそうでねもうクリスマスシーズンなんでその動画を上げにねスターバックスに行くんですけどもうクリスマスの歌ばっかりなんですよねクリスマスソングばっかりうお,ーおー爆発した怖え大爆発やんか思いのほかあのサイズの割にはなんか トムとジェリーみたいななんかめっちゃジェリーがちっちゃい爆弾用意してトムがホホホ,ホって言って可愛いなみたいな感じで笑っとったら大爆発みたいねなんかサイズによらずものえげつない爆発を起こすっていうジェリーの爆弾だけでトムの爆弾は毎回不発なんですよね危なこれ落としたら終わりやな OKOKOK、OK OK OK そうで、スターバックスのね、クリスマスソングを聞いてたら、ちょっと、俺何しに来てるんやろみたいな。<laughs> あの、クリス、クリスマスっていうことで、やっぱり、わ、ここ、飛び降りるか。行けるかおーおーおーおおお、怖い行けた。やっぱりね、カップル多いんですよね、スターバックス。 うん、やっぱ幸せそうでいいですけどねなんですけど僕はねこう結構一人でこう動画をアップしに行ってるんでこのなんていうんですかこのカップルと怖い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 早くいいかなそのカップルとクリスマスソングの対比で自分を見ると「なん,なんだこれは」と「なんなんだこれは」みたいな。 感じの心境なんですけどもまあよくよく考えてみるとなんか一人じゃないんだなと爆発に巻き込まれるな危ないあこれでクリアよかったそうじゃあちょっと次のミッション行きながら続き話しましょうかよっしゃじゃあレベル3行きましょうかレベル3ねおいでそう一、まあ、人じゃないんやなと えな何これ爆発班がダンプで逃走中爆弾犯がこのダンプで追跡して破壊しろ <laughs> マジで言うてるなんじゃそれなんかミッション内容なんか脱線してないなんか気のせいかもしらんけど絶対気のせいではないよなこれそう僕はね決してこう一人じゃないんだなとてか思うんですけどね僕のその言ってる そのスターバックスがなんか僕以外なんかカップルなような気するんですよね全員なんか毎回まあほぼほぼ満席なんですけどなんか知らないんですけどねなんか他のスターバックスそんなことないと思うんやけど僕が行ってるとこだけなぜかカップルでパンパンっていうねうん、なんでやろうっていう感じやけどあかーん警察引いてもうたまあいいや 向こうもダンプなんじゃそれうわお,おい。なん、そのカップル満載のところで僕は最近ね、孤独感を感じてないんですよ。全然一人でいてもね。え、これでいけんじゃん。やったね。うん、なんか降りてきた。えー、ーぶっちゃ。やった。行 <laughs> けた。え、やった。軽トロとろー。 よし。じゃあね、話全然進んでへんけど、ミッション4行きましょうか、じゃあ。よーし、じゃあレベル4行きますよ、ミッション4ね。で、そう、僕はね、やっぱりね、一人じゃないと。爆弾班の死体が裏口のダンプに積まれている、さすが来る前に焼却しろまあ、えげつないミッションやな、これ。全然関係ないし、採石場と。脱線の。 度合いがすごいな増していってるで本ででそう僕はね一人じゃないとこの僕のね動画を視聴してくれてるみんながついてくれてるんだという気持ちで最近ね全然孤独を感じないんですよね本当にマジで感じない最初の頃はねなんかこうなんていうんですかねなか僕以外全員カップルに見えてきて 幸せそうにしやがってとしかもこんなクリスマスソングなんかあのほらなんかあるじゃないですかううううかえ,えこれしたいななんかソーセージみたいで気持ち悪いけどうんみんなねクリスマスソングが流れてるところで二人してねなんかあの乾杯とか言ってなんかコーヒー乾杯はあんま言わへんか 最下層の焼却場に死体を捨てろほう乾杯とか言ってえ死体を落としちまったマジだからみんなねやっぱりあのクリスマスって言うたらもう恋人作りに必死なんでしょうね男の人も女の人もねやっぱりその結構二十1 0代20代と言わず 30代とかもねやっぱ欲しいでしょうねクリスマスぐらいはねこうのんびりしてでまあ家族とかねいる方だったら別にあれですけどねその3人4人5人でね食卓囲んで幸せにいけるんでしょうけどこうやっぱね若いカップルとかだとスターバックスによりがち 荷台を上下できるるどうするんやろ、ままあ、これでは絶,こ絶対こうやろうでこうじゃないえおほうほうほうすげえすげえすげえ何かな食べ物みたいやけどなん,かやなんか考えたくもないな,なんかあれを食べ物と認識したくもないやめようやめようよしなんか変なこと言うてる間にレベル4をクリアしましたね じゃあレベル5行きましょうかで話の続きしましょうかよーしレベル5行きましょうおいなんでやっぱり若いカップルを見てるとその最初はダンプに爆発物が積まれている砂漠の滑走路まで慎重に運べなんか爆発大好きやななんかみんな爆発物置くの大好きやなななだマジで いやーやっぱね視聴者のみんながねいてくれるというだけで僕はすごい心が温まってですね僕の中ではもう完全にみんな家族なんですよねうん視聴してくれてる方ねいや勝手に家族にすんなよと気持ち悪いと思われるかもしれないですけどねまあまあまあそんなことを言わずにまあ家族になりましょうよと。 そんな二人になろうよ二人になったらあかんな家族にならなあかん二人やったら少なすぎるなえ家族にえそんな歌詞あったっけあの福山雅治の,のね <laughs> そんなしょうもないことはいいんですけどでもほんまにあれですよねやっぱりその 嬉しいというね、この一緒にこう、なんかこう、ゲームをね、楽しんでるという感じがして、やっぱコメントとかね、もら,もらうと、ね、やっぱ時間差で一緒に楽しんでる感じするんで、めちゃめちゃやっぱね、こっちも、ああ、家族がいるんだな、みたいな、あかん。もうね、ハッキーファミリーなんですよね、もうみんな。うん、ハッキーファミリー。 勝手に命名しちゃいましたけどえでもなんかあれやなわりかしマジでハッキーファミリー作りたいなゆく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 というか近々作りたいななんかねえ何で作ろうなんか結構やりたいゲームもあるんですけどもうねこの動画が上がってる頃にはもうレッドレッドリデンプション2はね もううシリーズでで始まってると思うんでそれでオンラインあれできましたよね確かそれのなんか民警団とか作れたと思うんで昔ちょっとだけあったことあるんですよねそうまあもうほぼほぼやってないのと同じやけどそれでねハッキーファミリー作りたいないやー レッドレトリデンプションに限らず、なんかいろんなね、なんか僕が実況したやつのファミリーみたいなね、作ったら誰かしら入ってくれるでしょうドラム缶おろせ、はい。ウィーン、あかんおーし、よっとできた。おてか、なんで俺はこんな。 レベル5ごときでこんなに失敗しまくっとったんやろでも一応レベル7で終わりみたいなんであと2つですねレベルいい感じやなよしじゃあ次のレベル行きましょうかよーしレベル6行きましょうもうちょっとで終わりですよこれもね100%の要件なんで達成度100%ねん 敵が線路の上に爆発物を置いた列車が来る前にブルドーザーで取り除けもうなんか完全に採石場どこ行ったんマジでもう爆発物と列車って何なんマジでもうお前かろうじて爆発物の共通点があるだけで列車ってもうもう助けるターゲットがもう全然変わってるやん 採石場の誰かを救えとかじゃなくて列車を爆発から救えってもう何の話やねんって感じやけどうわまた爆発物か嫌やなーでいちいちねこれ爆弾失敗したら爆発に巻き込まれてで武器全部没収されてまたね武器屋さんに買いに行かないといけないというこの苦痛これたまらんこれがたまらん え、どこどこえ、あの緑のやつ時間もあんまないな。やっぱ急げ。てかみんな、みみなさんどう思いますあの、ハッキーファミリー。結構いいと思いませんなんか。全く今、思いつきで言っただけなんで、目処がね、そんなに立ってない状態なんですけど、こんなんでいいんかなあ、外側に押し出すだけでいいんか。よかった。こう。よいしょ。 ちょ待てよえ何個あるわあれマジで言うてるあこんな感じでジグザグに行けばいいんややるこんな感じでえっかあいつ戻ってないなんかおい戻んなお前 <laughs> ほんまにな <laughs> んで戻んねんこの野郎オッケーオッケーやばいぞ1分切る なんかでね結成できたら結成っていうなんか結成って言ったらなんかあれやな,なんかアイドルグループみたいやけどなんかしたらいいですけどねなんかででたまにね楽しむみたいな僕結構割となんかスマブラ興味あるんですよねスマブラあれやってみようかなと思ってスマブラ完全に初心者なんですけどでそういう時もそのファミリーとかあったらね なんか多分できるんじゃないですかね、あれ。なんか、このコード知ってたら、列車が来るぞ。やばいやばいやばい。コード知ってたら、そのオンライン対戦に参加できますよ、みたいなの。早え <laughs> 早すぎやろ。<laughs> マジあの、なんか、どっかの学園祭でコントやってましたよね。なんか、石屋、ゲイモンみたいな。 いや、早すぎやろ、みたいな。あれのノリやったよな、完全に。いきなり早すぎやろ、マジで。新幹線、新幹線より早かったんちゃうあれ。体感で。よし、じゃあね、もう、そんな変なことを言うてる間に、最終ミッション行ってまうんで、行きましょう、もう。クリアしてしまいましょう。いやー。 もう採石場ミッションも終わりか楽しみやなマジで行きましょうよしじゃあ最終レベル行きましょうかレベル7これで終わりのはずどんなんやろう結構難しそう警官が来る前に死体とバイクをブルドー,ー,ブルドーザーで始末しろえっって今回何やらかしたんか知らんけど警官が来るらしい バイクってどれまさか俺が今乗ってきたやつ違うよな死体とバイクをクレーンの下まで運べあああ違うなオッケ k オッケオッケなるほど今回クレーンで運ぶんかえじゃあ楽勝じゃね多分まあ爆弾よりマシやろさすがにちょ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 ,ちょ,ちょ,ちょ いまいちねこのブレードの操作が分かってないんですよねこれウィーンってやっても持ち上げられへんやろそうそうそう持ち上げれないんですよねまあまあまあこのままいきましょうかおいそうそう意外とねスマブラに興味があるというねスマブラね だってなんか面白そうじゃないですかなんか死体を運べえまとめてまとめてタイプ僕もあんまりそのねみんなとたくさん関わるということがねそのできない中でスマブラやったら結構対戦とかあ,あまあでもあれか レッドレッドリデンプションのオンラインでも結構いけるか。で、それを動画にした,したらね、面白そうですしね。そう。クレイに乗れ。ほう。え、え、え、なんか、なんか飛行機。え、え、<laughs> 何してんの早い。飛行機墜落した。マジか。お、なんかこっち来た。え。 まあまあでかめの飛行機墜落したこんなことあるんやリアルやなサンドレアスマジでバカにしたらあかんなよしクレーン使おうで見えへん見えへんあダンプに積み込めそういうことかあ今なんか張り,張り付いて張り付いた感じはしたこれか なんか霧もやがかってるからなんか見えにくいなこれ <laughs> これしたいかこれなんか怖いななんか夜中にこんなやことやってたら怖いやろさすがにめっちゃ怖いんやけどさすがにこれやばいやろ CJ それもそつなくこなすからすごいよなあれを引きつけたいあれを あ、もやが腫れた。貼り付け貼り付け。ポイーン。あ、いけたいけた。おししょしょよしよしよしよよ。かった。OK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 。結構難しいな。このクレーンの操作も。いけた。あ、いけたいけた。よかった、マジで。めっちゃむずいやん、なんか。ブラーンってするからさ。やばいってやばいって。 採石場入り口まで注意して運べ注意してかこれどうせ落ちたら何かあれなんやのミッション失敗かそれともダンプでどダンプちゃうわクレーンでもう一回ダンプに積み込めみたいなの言うんやろうわーこれある意味鬼畜やなある意味死体とバイクを川に捨てろ川こ,ここからショートカットできひんあできるできる o k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  o おちょっとちょっと今今そんないらん今ちょっと道路そんな横断線といてそんな勝手にえダランプごと川に落ちないように気をつけろ <laughs> マジそうなんだよあっ怖っ怖っあーよーしえっ池田んじゃんおーきたんやねんこのミッション最後のもう,もういっちゃ意味わからんし いやっちゃ意味わからんの最後から2番目か電車からなんか爆弾から救えみたいな電車をお最大収益は2000ドルだ適的に集金しろ別にいらんけどやったよし次からはベストタイムに挑戦だしませんベストタイムに挑戦しませんもうこんなねえこんな誰がするんこれいやそれにしてもでっかいなあダンプ 面白いな、なんか。こういうの乗れるってね。なんかワンチャン GTA5 より、この、なんていうんですかね。こういう感じ、楽しめそうですね。この上下のウィンウィンみたいな。よし。じゃあね。いや、よかった、マジで。これで採石場クリアした。すっきりや。すっきりしましたね。 OK じゃあまあね今回は、えー、これで終わりたいと思います次はねメインミッションどんどん進めていくので、えー、そちらも楽しみにしていただけたらなと思いますそれでは皆さん次の動画でお会いしましょうまたね